AOS グループ代表の佐々木でございます情報漏洩の実務対応と最先端のホレンジック対策というテーマでオンラインセミナーを開催いたしますどうぞよろしくお願いします新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない中で長期にわたるテレワークが続くなど私たちの働き方に大きな変化をもたらしています このような状況の中で企業は新たにテレワークに伴う従業員のセキュリティ対策にさまざまな課題が生まれています。コロナ危機を乗り越えて企業が生き残るためには DX デジタル化の対応が必要不可欠だと専門家は指摘しています。一方で不十分なセキュリティ対策により懸念されるのが営業秘密漏洩のリスクですまた個人情報の漏洩にも注意が必要です。万がが一情報漏洩が発覚した際には どののようなな漏洩対策を行っていたのかが厳しく問われることにもなりますそのような課題に対して今回のプログラムは2部構成となっており第1部は「情報漏洩から会社を守るためには」というテーマで佐佐藤藤法律事務所の佐藤先生にご講演いただきますそして第2部は「オーディットテック」「企業内ホレンジック」「AOS ホレンジックルーム」「情報漏洩対策」というテーマで私がお話しさせていただきます。 佐藤先生からは近似の情報漏洩事例のご紹介と、企業の法的責任、情報セキュリティをめぐる各種法令、ガイドライン、情報漏えいを防ぐために必要な社内体制やテレワーク下での注意点などについてお話しいただきます。私からは企業内ホレンジックルームを導入して、テレワーク環境下の中で行う情報漏えいの事前対策と、 またテレワーク環境においてリモートでホレンジック調査を行う最先端の調査方法についてご説明させていただきますどうぞよろしくお願いします